いている夢があった。2022年の目標は2023年1月4日東京ドーム大会のメインイベントに戻ること。挑戦者内藤哲也。しかし俺の夏は終わった。これで2023年1月4日東京ドームのメインイベントへ戻るっていう目標も絶望的かな。 1.4 東京ドームでの IWGP 世界ヘビー級王座戦はジェイ・ホワイト対岡田和親に決まった。でもだからといってじっとしてるわけにはいかないよ。じっとしてたのそれこそゲームオーバーだからね。一歩踏み出さなければ何も変わらない。そして 1.4 は何が起こるかわからない。だからこの男と戦う。 One more time 内藤 VS オスプレイ、どうですかオスプレイさん。 IWGP USAB 級王者ウィル・オスプレイ。内藤にとってオスプレイは G1 クライマックスの決勝戦進出を阻止された相手。借りを返しベルトを奪って 1.4 へ。 I'm gonna tell you something that no one actually has the balls to tell you, Naito. You ain't the top star anymore. That's me now. それは体力的にオスプレイは有利だよ。でもレスラーとして大事な部分を俺は持ってるつもりだし、そこに関しては間違いなく俺の方が有利だからね。夢に見ていた自分じゃなくても今の自分を諦めない。東京ドームの主役は俺だ。 IWGPSAB 級選手権試合、挑戦者内藤哲也 VS 王者ウィル・オスプレイ。